はい、皆さんこんにちは。ゆなです。たかです。エリティブログです。私たちは愛知県の西尾市に来てます。今日はね、佐久島っていう島に行きたいと思います。アートアイランドです。船に乗る前に、ここの一式魚広場があって、ちょっとだけなんか食べようかなと思って行きましょう。一式魚広場、イエス。こういう魚市場ってテンション上がるよね。おー、ロプスター。おー、アサリ。おー、アサリも。おー、アサリやばいね、1個500円。焼いて食べて醤油垂らしたら超美味しいと思うよ。超うまいよ、ね、あとこれなんか名物だね。はい、イカの姿焼き。美味しそうだね。ルナの大好きなうなぎあるよ。愛知県の西尾市かな。あ、うなぎ有名だよ。すごい有名なんだぜ。つまぶしのレストランめっちゃ多いよ。キキキ300円のエビ、これぐらい。でかいね。これぐらい。シータイガーだ。イカを見つけた。スルメイカだ。レナの天敵スルメイカ。買ってこかな、1枚。1枚買ってこかなって。家でこの焼いて、キッチンに匂いがわーって。やだ、やだ、やだ。何枚でしょうか。1枚で。1枚で、ありがとうございます。お先にお代金の方失礼します。はい、これできました。ちゃんちゃんちゃん。イカの丸焼き。見て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 、うまそう。うまー。いやー、匂いめっちゃ美味しそう。うん、しかもまだ焼きたてだからね。うわ、うまっ。私イカあまり好きじゃないけど、このイカが美味しい。全部食べようとしてる。もう一枚買ってきて。ダメだよ、全部食べちゃう。うん、本当だ、うまい。なんか魚市場だけど、浜焼きで焼いてこう売ってるお店はあんまないね。なんか外にある気がする。あっちに行くと焼いたやつがありそうだよ。お、本当だ、なんかありそうだね。釜揚げ、ハーフ丼。来ましたね。やばいよ。塩で食べる。はい、いただきます。うまっ。醤油足して。これは醤油を垂らして。うん、うん、パチクソうまいよ。私の一番好きなホタテ。うん、うん、うまい。しじみ汁。しじみ汁も最高。またこれって何でしたっけ。あ、ごま油って。おお、あ、でもなんか全部美味しいわ。どんな味が一番好き。ごま油。これは塩かな、シンプルに。むきました。全然綺麗じゃないえ。あ、うん、クリエビ。うん、お腹いっぱい食べましたね。お腹いっぱい食べた。お腹パンパンパン。今から船に行く。佐久島ですね。あそこに出る、はい、行こうよ佐久島、レッツゴー。事件発生。ダメです。大事件発生。ダメです。そんなことある。船がもう予約がパンパンで乗れませんっていう。次の船に乗ってくださいって書いた。その次の船が1時間2時間後なので、はい、諦めです。予定変更、予定変更。頭切り替えて。佐久島行きたかったのに。船が満帆になって行けなくなるとは思えなかったわ。まあね、また今度。ここに書いてあるけどね。ようこそ
佐久島。行こうよって書いてある。ようこそって書いてないよ。行こうよ佐久島だね。行けないよ佐久島って、ね。今日は行けません佐久島です。はい、ということで車に乗ってどこかに行きます。はい、調べたよ。木田温泉に行きます。なんかビーチあるんでしょ。そう、海岸があるからちょっとビーチに行って。来ました、キラワイキキビーチ。ハワイに来ました。名前が活かしてるね。さすがワイキキビーチだね。ハワイにそっくり。あ、ね、何を言ってるタカちゃん。やっぱり外国籍の人めちゃくちゃ多いよ。あ、それ何かわかる。何、まだ時期が早いから。違う、日本人は焼けるのが好きじゃないからビーチに行くのが好きじゃない。日焼け止めベタベタ塗りまくるもん。いや、それだけじゃなくて長袖と長袖と帽子とその上にタオル、フルカパラソール。もうビーチに来る必要ないよ。そうそうそうだよ。家でゆっくりしてて。そう、レナさん、奥でウィンドサーフィンやってるよ。おお、今落ちた。こっちに来い。じゃあ私はここまで行く、タカはここまで行く。はい、どうぞ。同じ距離だけ離れた。着いた。わあ。キンファームカフェ。車がめっちゃ止まってるよ。大量じゃん。めっちゃ待ってるよ。じゃあ9番目。1時間ぐらいかな。どうでしょうね。何分だった、何分寝た。40分とか。マジで一瞬で終わったわ。デザートだね。そうそう、オッケー、行きましょう。イチゴパフェがお一つ、桃パフェ、シフォンパフェがお一つ。来ましたよ。すごいね、イチゴパフェ。めちゃめちゃイチゴ使ってるよ。いただきます。わ、すごい。ソフトクリームめちゃめちゃ濃厚で、いちごが甘い。ちょっとなんかこれレンズ汚れてね。あれ消えない。何を言ってる。あ、消えた。桃パフェ。なんかこれ、そうだって。桃。あとなんか、かけれるのがあるよ。この桃やば。美味しいよね。すごいね。おかわり。同じ休日を過ごした。確かに。これめちゃ超うまかった。食べましたね。今また出てきたらまた大渋滞できてる。めちゃめちゃ増えた人が。すごいよ、もうずっと何、もうフルタイム行列じゃん。今4時だよ。もうボロ儲けだね。すごいよね。ボロ儲けですよこれ。この動画を終わりにします。西尾の佐久島行ってない動画が楽しかったなら、はい、いいねボタンを押してください。あの佐久島に再チャレンジするので ね、それを見たい方がぜひチャンネル登録をしてください。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。